桃井さん。みんな、ずっと一緒だよね。これからもずっと仲良く、一緒にやっていけるよね。はい、ずっと、一緒です。よし、決めた。これから毎日ここで一緒に練習する。そんでいつか一緒にコートに立とうぜ。いいんですか？バーグ、いいも悪いもあるかよ。バスケ好きに悪いやつはいねえんだよ。ディレクションに応用する。最近鉄にグイグイ来るよな。だって我慢できないんだもん。すみません、早くどいてもらえますか？バスケなんてトドのつまりゲームだしな。これからは試合も適当に流して。それはダメです。おいっす。青峰君すごい人なんてすぐに現れますよ。そうだな。なんだよそれ、もう戦うのも諦めましたってか。出たよ、楽しみにしてたのに。お前となら良い勝負ができるって。自分がどんだけバケモンか。いるわけねえだろ、お前とやれるやつなんて。嫌味かよ。鉄、やっぱダメだ。俺に勝てるのは俺だけだ。俺はもうお前のパスをどうやって取ればいいのかも忘れちまった。成長すれば人は変わっていく。なのに僕は戦中に優勝する前、あの頃にただ必死で戻りたかっただけなのかもしれません。チームは強くて負けなしだけど、なんかちょっと寂しいね。はい。ねえ鉄くん、前に私が言ったこと覚えてる？桃井さん。みんな、ずっと一緒だよね。これからもずっと仲良く、一緒にやっていけるよね。すみません、ちょっと覚えてないです。何でしたっけ？あ、ううん、いいの別に。大したことじゃないから。それより、ここから道別々だよね。はい。次は勝つからな。はい。あの、これ嬉しいです。開けてもいいですか？うん。お、それは最近お前が編んでたやつじゃねえか。手編みっすか。あの、色とか気に入らなかったら、無理に使わなくていいからね。そんなことないです。大事に使います。
やはり黒子のようなプレイヤーがいるとゲームメイクが楽しくなる。首をするな、紫バラ。朝一で来たんだからしょうがないじゃん。はい、みんな笑って。黒こっち、一緒にポーズ。はい。撮れてますか？うん、バッチリかな。その写真、後でもらえますか？もちろんだよ。すぐプリントするね。ありがとうございます。最高のプレゼントです。